タンザニアの鉄道も 1000mm 軌道、1067mm 軌道タンザン鉄道の車両伊ハからの駅タンザニアの鉄橋とトンネルタンザン鉄道、A、タザラ、中、広市寺はタンザニアのダルエスサラームとザンビアのカピリムポシを結ぶ鉄道である。イギリスの植民地北ローデシアはカッパーベルトを要する道鉱石の産地であり、植民地時代の1925年に、北。 ローデシア領内で銅が発見されてから、北ローデシアの銅鉱石は当時イギリス領だった南ローデシアの鉄道を経由して南アフリカの港湾から輸出されていた。1964年10月24日に北ローデシアはザンビアとしてケネスカウンダ首相の下でイギリスから独立を達成したが、1965年に南ローデシアが イアン・スミス地期政府首相によって一方的に独立を宣言。当時の南アフリカ共和国と同様のアパルトヘイト政策を実行すると国際連合は経済封鎖を実行。南ローデシアとの通称を閉ざしてしまうが、これによってザンビアはローデシア共和国を経由した同鉱石の輸出がほとんど不可能になり、経済的に苦境に陥った。このためローデシアを経由せず、 タンザニアのダルエスサラームから輸出することを目的とした鉄道建設が目指された。1965年に中華人民共和国を訪問したタンザニアのジュリウスニエレレ大統領は中華人民共和国当局から鉄道建設を提案され、百六十七年のタンザニアとザンビア両政府首脳の訪中後、九百七十年七月に中華人民共和国、 タンザニア、ザンビアの三国間で、タンザン鉄道の建設が最終調印された。中華人民共和国は、タンザニア、ザンビア両国に無利子で計4億320万ドルの借款を与え、約2万人の中国人労働者と3万人以上の現地労働者の尽力の末、1976年7月14日に、 中華人民共和国当局は完成した、タンザン鉄道を、タンザニア、ザンビア両政府に引き渡し、ザンビアは、白人支配国ローデシアやアンゴラ内戦によって、破壊されたベンゲラ鉄道などを経由しない、同意出路を確保したのであった。全長は 1859km、基間は 1067mm であった。アパルトヘイト集結後は、南アフリカと、 旧南ローデシアのジンバブエからダルエスサラームまで渡る世界最高級の豪華列車と歌うロボスレールの国際列車プライド・オブ・アフリカが運行されるなど東アフリカと南部アフリカの鉄道網は初めて一つに結ばれることになった。また2019年7月には同様に 中華人民共和国によって建設されたベンゲラ鉄道と連結した東西アフリカの大陸横断鉄道が開通してロボスレールの豪華列車が運行した。2015年時点では旅客列車も週2便運行されてはいるものの、炭山鉄道は開業以来常に貨物が主力となっている。主な貨物はザンビアの主要鉱産物である銅とコバルトである。また、 マラウィ国境に近い途中のムベヤ市にはマラウィデポと呼ばれる積み替え倉庫があり、同国域の貨物はここで鉄道からトラックへと積み替えられる。ザンビア乗務員、ありがとうございます。